はい、スズキのグース350ですね、なんですけども、こちらはですね、申し訳ない、現状車になります。で、今のところですね、うちの方でエンジンをかけておりません。不動車として、買い取ってます。はい。で、一応前のまっすぐ立たないな、へこんでる地面がってことですよ。前のオーナーさんがですね、一応いろいろこういじれる方でですね、やってきてたんですけども、新しくバイクをお買い上げになったということで、非常にこう長いことですね、付き合っていらっしゃったらしいんですけども、この度ですね、離婚されることになりまして、新しい奥さんと結婚したということで、はい、前の奥さんをですね、私の方が引き取ってまいったというような次第でございますので、こんなこと言うからね、すぐね、女性視聴者がね、いなくなるっていう感じなんですけども、はい、で、多分エンジンかかると思うんですよ。で、前野田さんの話をそのまま引用すると、エンジンがかからなくなって、で、ですね、ジェネレーターをばらしてみたっておっしゃってたんですね。で、そこは組めてたんですけども、それでちょっと原因がよくわからんので、放置気味になって新しいバイクも乗っているのでということなんですけども、クランキングはします。こんな感じでクランキングはするんですね。で、ですね、うちの方で見て、ちょっと火花の飛びが悪いかなというようなところしか見てないです。はい。で、走行距離が42,800キロで、で、タイヤもほぼほぼ交換時期だし、当日のこのフロントフォークもですね、オイルシール持ってる、こっち側ですね、こっち側持ってますねっていうのもあるし、あとはエンジンのヘッドからもちょっとオイルのにじみが見られると、これは別に一般的にこの年式だとにじみぐらいあるんですけど、そういうようなことからですね、うちの方で手間暇をかけて、お金をかけて、あちこち部品を直してですね、それらの金額にしたとしてもですね、ちょっと売るのに苦労するんじゃないかということで、入れたままの状態で、なるべく手をかけずということで格安でお出しいたします。なので乗って帰れると思わないでください。はっきり言います、エンジンが現状かかりません。はい。前のオーナーさんは、いつまでやってたっけな、比較的最近までエンジンかかって乗ってたらしいんですけども、それ以降かかってないというような状態です。はい。で、もちろん書類もあります。はい。もちろん書類もありますし、登録も可能です。はい。っていうような感じかな。よくですね、困った質問される方が多いんですよ。いくらで直りますかとか、あと直してから納車してくださいとかですね、あとはそのどこそこの部品は何々で大丈夫ですか、どれくらい持ちますかとかですね、聞かれる方が多いんですけども、そうしたですね、部品に関しての消耗度合いや損傷が気になって買えない人は手をつけない方がいいと思います。はい。で、そこがクリアになれば欲しいなっていう方は見に来ればよろしいかと思います。はい。正直うちもその値段を非常に低く出してますので、そこでですね、部品がどれくらい持ちますかと聞かれたところで、すいません、お答えできませんと、適当なことが言えないんですね。適当なことを言っちゃうとですね、あの時こう言ったじゃないかっていうふうにこうおっしゃる方も大昔いらっしゃったんで、8年前ぐらいですね。はい。最近そういう変なお客さんほぼほぼいないです。ほぼほぼいないんです。だからね、僕ついつい癖で言っちゃうんで、皆さん耳たくで本当に申し訳ないんですけど、はい、ただいろんな方が見てらっしゃると思うんですよ。おそらくは安いっていうだけで飛びつこうと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。はい。そういう方に対してですね、ちょっとだけ頭を冷やしていただきたくてですね、こういうような話をさせていただきました。ベースとしては全然平気な部類に入ると思います。はい。なのでグースが好きですしね、部品取りで欲しいとかですね、あとちょっと
自分でいじって直してみたい、っていう方でしたら、まだまだ全然十分にやれる車体だと思いますので、はい、いいんじゃないかなと思います。じゃあちょっと、一周回ってもらって、最後にしましょう。でこれはですね、店頭まで取りに来てください、もしくはですね、陸送で、対応いたしますので、はい、どちらかでお願いします。大体、こういう不動現状車だと皆さんね、赤車で、いらっしゃっていただけるんですけども、はい、来ていただければ幸いです。はい、というような感じでごぜます。はい、よろしくお願いいたします。